ジョージは、デンマーク・ノルウェーの国王フレゼリク3世と、ブラウンシュバイクリュー・ネブルク公女、ゾフィア・マーリエの次男で、イギリスとアイルランドの女王アンの夫、クリスチャン5世の弟。ハノーファー選定貢献イギリス王ジョージ1世は、母方の重帝にあたる。カンバーランド公、ケンダル博、ワーキンガム男爵に乗され、海軍司令長官に任じられた。デンマーク5名は、妖艶で、 イギリスでは、ジョージ・オブ・デンマークと呼ばれた。1683年に、イングランド王・チャールズ2世の命で、ヨーク公、ジェームズの娘の王女アンと結婚した。かつて、デンマーク王家からは、アンの非馬場にあたる同名のアン王妃が、ジェームズ1世に嫁いでいたが、その、弟クリスチャン4世が、ジョージの祖父にあたるという間柄である。 1688年に名誉革命が起こると、岐阜のジェームズ2世に従っていたが、義兄のオランダ総督ウィレム3世が投身すると、オランダ軍に投降。翌1689年に、イングランド王に即位したウィリアム3世から、カンバーランド皇に除釈された。夫婦の中は円満で、女王は17回も妊娠を繰り返したが、死産と流産が相次ぎ、 生まれた子供もことごとく養成した。1700年に、アンは36歳の誕生日直前に17回目の妊娠を死産し、同年には唯一成長したグロスター校、ウィリアム王子が創生すると、イングランド議会は1701年王位決勝法を制定して、ハノーファー選定効果から新たな王を迎えることになった。ガーター騎士団員のローブをまとったカンバーランド校、 ジョージ1694年に、ギシメアリー2世が、1702年に、ウィリアム3世が、子供のないまま、相次いで崩御し、案が即位すると、海軍司令長官、ご校長官に任命された。ウィリアム3世とは異なり、自らは大いにはつかず、王廃の立場に留まった。ジョージは何を聞かれても、本当と答えるのが口癖で、それがあだ名になったほどであった。 1708年、ンに先立って55歳で逝去した。後校長官は、ドーセット博、ライオネル・サックビルが、海軍司令長官はンに引き継がれ、翌1709年に、ペンブルック博、トマス・ハーバートが、海軍司令長官に就任した。1714年に、 アンも亡くなると、王位継承法によりアンの父方のまたいとこで、ジョージの母方の重廷にあたるハノー,ハー戦艇校・オー・センテゲオルクル・トビヒが、イギリスをジョージ一世に即位した。イングランドの作曲家、ジェレマイア・クラークの代表作、デンマーク王子の行進は、カンバーランド校のために作曲された。ありがとうございます。